はい、こんにちは。いつも聞いていただいている方、どうもありがとうございます。今回が初めての方はよろしくお願いします。ただ翼です。このチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。今日は何の話かというと、プロダクトフローというマーケティングのフレームをご紹介します。プロダクトフローというのは聞きなじみのないフレームの名前かと思います。プロダクトフローとはどのようなものなのでしょうか。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今日のテーマはマーケティングです。マーケティングのプロダクトフローというフレームをご紹介したいなと思ってます。で、このプロダクトフローはですね、ある本に書かれていて、私はそれで知りました。本のタイトルが実践マーケティング戦略です。著者は佐藤義則さんになります。プロダクトフローというのは、端的に言うと商品とかサービスをこう3段階でフローをこう設定するんですね。じゃあプロダクトフローの3段階は何かというと、3つあって、上げる商品、売れる商品、そして売りたい商品です。それぞれどのような意味合いを持っているかなんですけれども、1つ目の上げる商品、これは、平たく言うと試供品とかサンプルのイメージですね。あえて無料で提供する商品です。まずはこうお客さんに試してもらって、使ってもらう、慣れてもらう、そしてこうこれはいいなと思ってもらう位置づけ、これが上げる商品です。で、2つ目は売れる商品です。売りやすいものをですね、お客さんがぜひ買いたいと思ってもらうもの、こうスーパーをイメージしていただくと、スーパーでの本日の目玉商品とか、こうお客さんを店内に呼び込むための商品、あくまで利益は高くないんだけれども、時にはこう利益を度外視したような商品、これが売れる商品です。で、プロダクトフローの3つ目が売りたい商品になります。こう売りたいと売り手側が思っているもので、それはなぜかというと、こう利益を稼ぎ出す商品という位置づけだからです。通常はこう利益率が高い商品、あるいはこう安売りはしないと思っている商品、その分お客さんにとっては最初にそれを見せられるとすると、心理的な購買障壁が高いものになります。以上のプロダクトフローというのは3つ、上げる商品、売れる商品、売りたい商品、この3つから成り立っています。で、プロダクトフローのここまでを見てお分かりになってなった方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、プロダクトフローの意味合いというのは、そのお客さんに自分たちの商品とかサービスを買ってもらう流れなんですね。で、背景にある考え方というのは、こう何かを物を買う、お客さんが何かを買うというのはこう心理的な障壁があるので、一足飛びにその障壁をいきなり越えるのではなくて、徐々に心理的障壁を少しずつ低いところから入っていただく、低いところというのが、まずは開ける商品、こう無料で提供する、そして売れる商品、売りたい商品ということで、心理的障壁を少しずつ上げていく、この3段階を設定しているのがプロダクトフローなんです。はい、ここまでプロダクトフローの考え方をご紹介しました。上げる商品、売れる商品、そして売りたい商品、これにホップ、ステップ、ジャンプというか、ステップバイステップでつなげていく考え方、これがプロダクトフローになります。で、プロダクトフローでポイントだと思っているのは、その3つ、上げる商品、売れる商品、売りたい商品がちゃんとこう一貫性があるかなんですね。先ほどこのプロダクトフローの背景にある考え方は、心理的障壁をなるべく低いところから入ってもらう、エントリーモデルとして上げる商品から入ってもらうというような説明をしました。で、ここでのポイントは、ということはちゃんとこう上げる商品が次の売れる商品、そして最終的には売りたい商品にこう つながっているかなんですね。逆に言えば、やみくもに 何でもこう無料にしていいわけではなくて、上げる商品というのも無料にする、ビジネスなので、その無料にすることも、その場短期的には赤字、無料で提供するので粗利すら回収できないんですけれども、しっかりと売れる商品、売りたい商品とつなげる、その3つ全体を通してビジネスが成り立つ、あくまで戦略的に意思と意図を持ってこう上げる商品を作る、それを使ってもらって、しっかりと価値を見出してもらって、そこから売れる商品、売りたい商品につながっていく、ここのこう一貫性があるかというのがポイントになるかなと思います。上げる商品がしっかりこう機能する、
う何でも良いから無料にしてお客さんにこうあげるのではなくて、こう、次の売れる商品や最終的には売りたい商品にいかにこうスムーズに障壁が徐々に上がっていくような設計ができているかなんです。逆に言うと売れる商品、逆に言うとですね、上げる商品から売れる商品にそのギャップ幅がありすぎると上げるだけで止まってしまいますし、その後の売れる商品から売りたい商品までもつながっていないと、売りたい商品で利益を稼ぐので、上げる商品と売れる商品だけではもしかしたら利益は出ない、あるいはそれでも売れる商品でも上げる商品のこう赤字というのは回収できないかもしれません。したがってどういう流れ、こうフローとあるようにしっかりとこう水が流れていくような、徐々に上がっていくようなイメージを持って、上げる商品と売れる商品、売りたい商品を設計していくといいかなと思います。なのでここからの学びとしては、自分たちがもし売っている商品とか扱っている商材サービスがあるかなと思うんですけれども、あなたが扱っている商品とかサービスを何を上げる商品にすると次の売れる商品につながるのか、そこから自分たちが売りたい商品は何か、いきなりお客さんに売りたい商品を押し付けるように売っていないか、その前に上げる商品があって、売れる商品があって、そして売りたい商品につなげていく、まあ、こうした、少し長い時間軸を持って、かつ視野を広げて、売りたいもののこう営業戦略、マーケティング戦略を作っていくといい、これがマーケティングフローの考え方になります。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。次回もぜひ聞いてみてください。またチャンネル登録をしてフォローいただけると新しい配信を見逃すことがなくなります。まだの方はぜひチャンネル登録フォローをよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。